ラッペエンランタ空港はフィンランド南東部ラッペエンランタの国際空港。中心市街地やラッペエンランタ中央駅から2 5トル南西に一致している。1918年に開港したラッペエンランタ空港は現在も運用されているものの中ではフィンランド最古の空港である。空港の中にはカレリア航空博物館が設けられている。この空港は 1918年に開港した。第二次世界大戦中の1939年から1944年にかけては軍用飛行場として運用された。1951年には旅客機の運航が開始された。1960年には現存するターミナル施設が完成した。1998年には滑走路が全長2500メートルへ拡張された。 2010年における旅客利用者数は11万5000人であった。2016年には所有が国有企業のフィナビアからラッペンエンンタ市が所有する非公開の株式会社であるラッペンエンランナンランとアセマ社へ移された。2014年の時点でこの空港は北欧諸国の空港の中で72位に位置づけられていた。2015年10月22日から しばらくの間、この空港には定期便の就航がなかった。旅客機の定期便を就航させている航空会社は以下の通り。この他にもヨーロッパ各地の休暇旅行先へのチャーター便が運行されることがある。空港ターミナル前から発着する路線バスが空港と中心市街地やラッペンンランタ駅を結んでいる。タクシーも利用できる。鉄道駅からは ヘルシンキ方面へ連絡する列車が VR、バスがサボンディーニャやオンニーバスによって運行されている。ウィキメディアコモンズには、ラッペンランタ空港に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。